皆さんこんにちは、今日も甲子園球場で行われました阪神タイガース対ヤクルトスワローズのオープン戦をお伝えします。昨日タイガースが敗れてですね、このオープン戦7連敗と、球団史上なかったことだそうですけれども連敗中、まあ、この内容を見てますとですね、やっぱりこう自滅的な部分が多いんですよね。エラー、あるいはフォアボール、そういうところでですね、無駄な点を与えてしまって、まあ負けてしまう。ガンガン打たれて負けたっていうゲームはまあほとんどない。まあそういうふうに考えますとですね、まあこれ、公式戦になればやってくれるだろう。まあまだオープン戦だから、この時期はまあこういうこともあるだろうっていうようなね、まあ前半はそういうふうな感じで僕も見ておりましたけれども、これだけ続きますとですね、おいおいおい、大丈夫かな。これちょっとあまりにもミスが出すぎじゃないの。去年もまあ言ったら前半なんていうのはね、そんなに点が取れない中できっちりとした野球をやって、まあロースコアのゲームをものにしたっていうことが多かっただけにですね、ちょっとこの負け方はですね、気になる負け方と言ってもいいんじゃないかなという気がしましたね。実は今日のゲームも同じような展開だったんですよ。ちょっとご覧いただきましょう。はい、このようになりましたね。1点1点と取られて4回に追いつきましたけれども、7回に3点を取られる、この7回の点の取られ方に問題が今日はあったということで、今日はですね、もう初回から順番に気になったところをずっと喋っていこうと思います。今日はタイガースの先発は最初再起の予定だったそうですけれども、発熱ということで急遽富田蓮、先発ということになったんですが、その富田蓮、初回はですね三者凡退に抑えますね。そして一方のヤクルトの方も吉村は去年12ゲーム投げまして4勝2敗、防御率 4.33、まあ、今シーズンはですね選手層が薄いということで、この吉村投手 もきっちりとローテーションに入って、投げてもらいたい、そういうピッチャーの一人なんですが、この吉村も初回は三者凡退と、まあ、いい立ち上がりを2人ともしたわけですね。そして2回の表、ワンアウトから、5番に入ってました内山。この内山っていう選手はですね、パンチ力あるんですよね。体そう大きくないんですけれども、ワンワンから高めのまっすぐレフトスタンドにソロホームラン、これが先制点でした。2回の裏タイガースにもチャンスが来ました。先頭の大山がですね左中間に二塁打、そして佐藤輝明のセンターフライでワンアウト三塁、ね、昨日も言いました、このワンアウトノーアウトで三塁にいればなんとか前に飛ばせば点になる確率が高いという場面だったんですが、ここでノイジーまたもや三振ですよね。まあ、昨日と同じような感じで前にボールが飛ばなくてアウトだけ増えるというね、三振でした。続く前側もセンターフライで、点にならずということになりましたね。そして3回の表、これワンアウトからですね赤羽にツーストライク取った後にボール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 、これでフォアボールを与えてしまった。このフォアボールの与え方はベンチで見てるとうなってしまう、そういうフォアボールなんですよね。そして続く浜田に対してもフルカウントからまたフォアボールですね。この2つ連続フォアボール、これはちょっとですね、評価を落としますね。そして、北村匠海、まあ、フルカウントになった。ここもですね、ワンボールツーストライク追い込んでたんですよね。そこからファールファールされて、あとまたボールファールボール、結局フルカウントまで行ったということでランナーを動かす、ランエンドヒットという形になって、これでレフト前に打たれて二塁ランナーが生還という一点でしたね。あそこはやはりフルカウントになるまでになんとか勝負したかったなっていう場面でした。そして4回表、またヤクルトにチャンスですね。まず先頭の内山、ここもフォアボールからなんですね。そして長岡がセンターにヒットして1、2塁。それを増田が送って、ワンアウト2、3塁という形になりました。そして8番の松本、ライト前にヒットっていうところなんですが、これをですね、サードランナーの内山、タッチアップしようとして、サードベースの方へ帰りかける。ライト追いつかないやっていうところで、そこからホームをつくんですけれども、結局、ホームでタッチアウトされるというね、まあ、一旦は変える形は必要かもしれませんけれども、あ、これは大丈夫だと思ったところでもうホームをつかないと、あえてワンバウンドで取られたらもう間に合わないというね、
そういうことが起きました。まあ言ってみればサードランナーの判断ミスですね。これで結局得点できるところが得点できなかった。ヤクルトの一つ大きなミスが出たという場面だったんですね。こういうプレーが出ると流れが変わるということが野球には多いんですけれども、案の定流れがタイガースの方に来ましたね。先頭大山が三遊間のヒット、佐藤輝明はセンターフライ、ワンアウトですね。その後ノイジーが初安打ですね。ワンストライクから甘いインサイドのまっすぐ、これをレフト前にヒット、ワンアウト一二塁というところから前川でしたね。前川昨日は、一つ大きなエラーをしてしまいました。その汚名返上というような感じで、これ難しいボールでした。2ボール1ストライクから低めのスライダー、これをライト線に二塁打。まあ、大山は二塁からもう楽勝でしたけども、一塁ランナーのノイジーも帰ってるかなと思ったんですが、三塁止まりでしたね。二三塁、そして8番の小畑もですね、昨日は2つのエラー、ちょっとね評価を落としてましたけれども、今日は無難にこなしましたし、この場面もきっちりとセンターへ犠牲フライを打ったということで、昨日の汚名を少し返せたかなというところでしたね。この回2点が入って2対2同点ということになりました。結局富田蓮はですね、4イニング投げましたね。83球4安打2奪三振2失点なんですけれども、やはり気になったのはフォアボール3つ、このフォアボールの出し方、ここが非常に気になりましたね。無駄にランナーを出したことでそこまで評価を高めることができなかったんじゃないのかなという気がしました。そして5回の1イニングをシーバが出てきたわけですが、ここではですね、浜田、そして北村、塩見、この3人にですね、いい当たりされました。レフトへばっかり行くんですが、まあ本当にノイジーに、難しいノックをしているような感じで、ことごとくノイジーがきっちりとキャッチングをしたんですけれども、まあ結果は三者凡退です。11球で終わった。結果はオーライなんですけれども、気持ちよく打たれすぎじゃないのっていう感じのスイングをされてるんですよね。ちょっと間違えば3つともホームランされてもおかしくないなっていうね、そういう中でのレフトフライ3つですから、これそんなに高い評価できない三者凡退でしたね。そして5回の裏、ヤクルトの方は4回まで吉村が投げて、そして5回の裏は清水、まあ安定してましたね。三者凡退で抑えました。そして6回の表、ゲラが出てきました。ゲラが良かったですね。この前見た時よりもすごく安定してました。ボールの方もですね、1キロ増しでしたね。156キロまで出ました。空振りの三振を2つ、そしてピッチャー方向へのいい当たりされたんですが、弾いてショート小畑、これもいいプレーしましたね。小畑のファインプレーで結局三者凡退という6回表。6回の裏は石山が出てきて、ここもきっちり三者凡退でしたね。そしてゲームがまた動いたのは7回の表、岩貞が出てきたところです。岩貞がやられるときはこんなやられ方ちょこちょこ見ますね。まず先頭増田にフォアボールなんですよね。ここも追い込んでからのフォアボール、そしてワンボールからですねバスターしてくれて、それがピッチャーゴロ、楽に 1-6-3 のダブルプレーだろうと思ってたところがですね、まあこれ岩佐で焦るんですかね、二塁へ悪送球、二塁手がこっちからこう入ってくる、逆方向に来るっていうね、送球エラーということでね、もう本当にもうちょっとゆとりを持てばきっちりとしたボールが投げられたと思うんですが、どっかに少し焦りがあったんでしょうかね。ツーアウトランナーなしになるところがノーアウト1、2塁ということで、まあ、ここはバントをしようとしてるんですけれども、結局ボールボールときて3-1、最後また外にボールということで、満塁ということになりました。ノーアウト満塁。そして1番に帰って浜田にはデッドボール、これはまあガタガタになってきましたね。そして北村にレフトへ犠牲フライを打たれて2点目、途中から出てました岩田、まだ育成ですけれども、この岩田選手にセンターへ打たれて3点目を取られるというね。この回は結局3点取られるんですが、打たれたヒットは1本だけなんです。フォアボールが2つ、デッドボールが1つ、犠牲フライが1つ、これこそ自滅と言っていい点の取られ方でしたね。岩佐田やっちゃったなっていうね、そういうイニングでした。まあ、どこかで誰かがこういうミスをしてしまう、今のタイガースにはこれもう毎試合誰かがやってしまうなっていうね、そういう印象が強いですね。そして7回の裏、山本が三者凡退、8回の梶谷、
ゼロには抑えますけれども、フォアボールが2つ、引っ掛けたボール球が多かったですね。去年の後半よく見たシーンでした。これ、きっちりとちょっと直してもらいたいなという気がしますね。で、八浦から星、2イニング投げました。まあ安定したピッチングでしたね。9回の表は島本が投げて、三振、またフォアボールが1つ出ましたね。でヒットが出て、あとは三振、セカンドゴロでしたけれども、やはりこうやって見てますとですね、今日は四死球、まあ、デッドボール1つ含めて9つ出してる。プロのピッチャーとしてはですね、寂しい内容でした。やはりね、1試合やってまあ3つぐらいには抑えておいてもらいたいな。出るピッチャーがこうやってフォアボールを出すとですね、ゲームが締まらないですね。やっぱりバッターに向かっていく、そういう気持ちをしっかり持った中で、対戦してもらいたいな、そういう印象を持ちました。さあ、明日はですね、やはり甲子園球場で、巨人戦ですね。まあ巨人と言いますと、今年の開幕戦は東京ドームで巨人ですから、まあ明日はまだ手の内を見せるというところはないと思いますが、明日までは若い選手まだテストしてくれるんじゃないかなと思いますので、なんとかいいものを見せてもらいたいということと、やはりミスをいかに減らすか、ピッチャーで言いますと無駄なフォアボールを減らす、そういうことは意識すればできるんじゃないかなという気がしますね。このあたりをちょっと見てみたいなと思います。まあ8連敗、まあ、この時期の8連敗、まあ確かに不安にはなりますけれども、まあ僕ら長年プレーしてた経験からしますとですね、あんまり本当にこの時期に良すぎるのが一番怖い。まだ打てない時の方がいいんですよね。実際自分がプレーしてた時には2割5分打てれば OK かなぐらいの気持ちでやってました。あんまり4割とかそういう打率が残った年は、開幕からぐっと落ちていくっていうパターンが多いんで、そういう点からすると、ここまでみんな全体に調子のいい人が少ないっていうのは、これからまだ3週間近くある中で、多分波から言うと上がっていく波で開幕戦を迎えられるんじゃないかな。これはまあ楽観的な発想ではなくて、自分の経験上そういうことが多かったということで、まあ皆さんにもお伝えしておこうかなと思っておるんですが、でもこの不調な時にこうやって負けがずっと混んでくると、やはり気持ちはちょっとこう沈みますよね。チームとしてもやはりちょっと焦りは出てくると思います。そのあたりをですね、今度、まあ明日からとは言いません、火曜日からの残り10ゲーム、ここでちょっといいものを見せてもらいたいなと思いますね。まあ僕の方も明日以降も追いかけながら皆さんにお伝えしていこうと思いますので、これから先ミスが少ないいいゲームを見せていただきたいなというふうに思っております。今日のゲームはヤクルトスワローズが阪神タイガースに、また今日も勝たせていただきましたっていうゲームでした。以上です。